山崎、レナ、医師丸真嗣氏に一蹴され反撃も逆効果？質問の批判続出。山崎、レナさんは東京都知事選の選挙特番で医師丸真嗣氏に質問し、一蹴された件が SNS で物議を醸しています。山崎さんの投稿に対して批判と同情の声が上がり、コメント欄が炎上しています。みんなの反応としては、山崎、レナさんの質問が不適切で準備不足だったという批判が多いです。少数意見としては、どんな質問にも誠実に答えるべきだという声もあります。みんなの反応。感想を言うだけなら幅広い人材もいいけど、真剣に政策を練ってきた候補者と討論するには付け焼き場の勉強じゃ無理。タレントとしての売り方もずさんで、知性派で売りたいならクイズ番組くらいが限界。真剣な候補者と対等に議論するには相当な実力が必要だよ。一郎が現役の時、TV 番組で女性タレントにどうしたらそんなにヒットが打てるんですか？と聞かれ、技術的な面、身体的な面、練習方法、一体何が知りたいんですか？言ったところで理解できますか？と不機嫌に返してたのを思い出しました。多分、一郎は具体的な質問をして欲しかったんだと思います。この記事は、山崎が石丸に対して漠然とした質問をしたことを指摘している。山崎派石丸の公約を知らずに質問し、一般の選挙民も同じように何も知らないから石丸が丁寧に答えるべきだと言いたいようだが、選挙後にそれを聞いても意味がない。無知を誇るような態度は KOSFC の名に泥を塗るだけだ。選挙前でも後でも人の理解はそれぞれだから、山崎さんが質問がおかしいというのはどうかと思うよ。みんなが正しい質問をできるわけじゃないし、テレビのコメンテーターとしてもいろんな質問があっていいんじゃないかな。むしろ出馬した人の公約や主張がちゃんと伝わってなかったってことだし、どんな質問にも誠実に分かりやすく答えるのが務めだと思うよ。 X 見てきたんだけど、怖かったって言葉の糸書きになるんだよね。どういう心構えでそう感じたのか。多分自分の身を守りたいって気持ちから出た言葉なんだろうな。インタビュアーとして相手に興味を持って対話し、候補者の考えや気持ちを引き出す使命感があれば、怖かったなんて自分に矢印が向いた発言はしないと思うんだよね。 X を見るとアイドル的な売り方してるように見えるし、ご本人も数ある仕事の一つって感じで、ポリティクスを学んでジャーナリズムを頑張るってスタンスじゃなさそう。フォロワーも擁護のコメントばかりで、これ以上深い議論にはならなそうだし、意味がないんじゃないかって思ったんだ。山崎さんがコメンテーターとして出てる番組を見てきて、賢く見せようと必死な感じがするんだよね。元アイドルで慶応卒って肩書きがあるから、舐められたくない気持ちはわかるけど、正直そんなに優秀じゃないのは隠せてないし、無理しない方がいいと思う。もっと謙虚にならないとね。不勉強でって言ったのもその場しのぎっぽいし、だからこそ的外れなツイートになるんだろうな。この方をキャスティングするテレビ局ももう少し考えた方がいいよ。石丸さんが山崎さんの質問に答えていないとする記事が多かったけど、やっと状況をきちんと説明した記事が出た。石丸さんを支持するかどうかは人それぞれだけど、悪いイメージを与えるニュースで誘導するのはフェアじゃないよね。選挙特番に出るなら、石丸さんも市民代表としていろいろ対応してくれたかもしれないけど、専門家と同じ立ち位置なら質問力を磨かないとダメだよね。ちょっと詳しいとかタレントとしてのポジション取りのためなら、ちゃんとスキルを身につけないと。同じことを繰り返すよ。感想を言う前に持論を語ってから感想を言おう。元アイドルの山崎さん、今回の件で初めて知りましたが、問題の報道特番での質問が明確でなく、準備不足が原因だと思いました。その後の X での投稿を見ると、負けん気が強く自己評価が高いようで、自分の発言のどこが問題だったか再考できていない感じです。元アイドルらしく、周りがチヤホヤする環境で味方ばかりの番組に出た方がいいかもしれません。報道特番に出るなら、最低限の調査と的確な質問の準備が必要です。しつこく X に投稿するのは炎上狙いならいいかもしれませんが、これ以上はみっともないのでやめた方がいいと思います。山崎、レナさん、27歳、は若くないし、コメンテーターとしての実力や位置づけが不明です。慶応義塾大学卒なら入試方法も明示してほしいです。そのタレントは他のタレントのお姉ちゃんたちと比べて自分がレベルが違うと思っているのが顔に出ていた。コメンテーターとしても生意気な発言が多かった。石丸氏はそれを見抜いて指摘したが、本人は自分の非を認めていない。天狗の鼻を折られても理由がわからず、気の毒だ。生放送見てたけど、山崎さんは質問を短くまとめられないし、自己保身が目立ってたね。
事後は保身じゃなくて政官か直接対談を申し入れるといいかも。少子化や地方過疎化の問題は国と地方の両方に関わる重要な問題だよね。特に東京の政策が大きな影響を与えるから国と自治体の問題を分けるのは難しいんだ。国がうまくいってないからこそ地方の首長が具体的な政策を打ち出すのは合理的だと思う。国と自治体は役割が違っても目指す目的や政策、影響は共通している部分が多いんだ。だから国だけ見たり自治体だけ見たりするのは良くないよ。医師マルシに対して国政と都政を混同していると批判するならその理由を明確にしないと納得されないよ。医師マルシの返し方は大人げないけど質問にはちゃんと答えてるし、質問自体が稚拙で不適当。あと若さを理由にするのはダメ。他の人が言うならともかく自分で言うのは違うし、27歳だからそんなに若くもないよ。山崎氏が指摘したけど違うと返されたから、それ以上の回答は期待できないよ。もし何か答えが欲しいなら、もう一度質問し直すしかないね。指摘に対して石丸氏が反省するのを期待してたのかな。マスコミには同調圧力じゃなくて、話を引き出す番組構成をしてほしいね。山崎さんの勉強不足と語彙不足、さらに素人だから許してね的な甘えが問題です。番組が彼を選んだのはミスキャストで、バラエティなら立候補に失礼です。報道番組はタレントの勉強の場ではない。山崎さんがバラエティ番組で真顔でおかしいと述べて、若月、千夏やウイカが面白く返しても反論して、周りが困って黙ってしまってた。バラエティなのに怖くて面白くなかった。山崎さんの質問に対して最初は感情的な用語が多かったけど、徐々に質問が変だ報道の重さを理解してないといった正論が出てきた。山崎さんはまだ自分の質問の何が問題だったか理解しておらず、報道キャスターとしての適性がないことを証明してしまった。これにより彼を起用したテレビ局の責任も重いと言えるね。私はこの人を知らなかったけど見た感じタレント枠っぽかった。最初からほら答えてみなさいよみたいな感じで肩に力が入ってて、何だろうこの子って思った。言ってることも落選直後に聞くことじゃなくて意味不明だった。だから石丸さんがはあ何言ってんのって感じで対応したのに拍手したよ。投票は別の候補者にしたけど、そりゃ怖かったでしょうね。突っ込まれたら答えられないんだから、どうしようで頭いっぱいだったんでしょう。何としても上に立ちたいプライドの高い人なんでしょうね。テレビのリアルタイムの印象は強烈ですね。古市さんも後から長文で言い訳してましたが、完全にあしらわれててかわいそうでした。記事も冷静に経緯を調べてました。小池さんの再選で結局元の目阿弥って感じるね。都民ファーストだから他の自治体とか眼中になくて自分最優先って感じ。アメリカの大統領候補と同じ発想だよね。石丸さんが改革しようとしたけど民意が現状を作り出したから仕方ないね。性の限界も感じるけど石丸さんには風穴を開けてほしいな。30代40代の人たちが声を上げて行動してほしいって本当に思うよ。マスコミは国民の知る権利を守るために質問をロジカルに組み立てるべきです。他の立候補の政策は石丸さんには関係ないので、質問を雑にまとめて丸投げするのはインタビュアーとして不適切です。視聴者が求めているのは誠実な仕事です。お笑い芸人に今のギャグにはどんな意図があったんですか？なんて質問したら、さすがにいい気はしないよね。説明しなきゃいけないの？って感じ。そんな質問するのは無知か無礼か黒柳徹子くらいだと思うけど、スポーツや政治でも日本のインタビュアーって、こういうレベルの質問を長々と考えてきたみたいに言うことが多いから、質問された方が気の毒に感じることがあるよ。山崎が太田、光や鈴木紗理奈に泣きついたかは知らないけど、石丸は都政についてちゃんと答えてるのに、他人のやり取りを自分の都合で解釈して X で感情的につぶやくなら、直接話せばいいと思う。太田とサンジャポも公平にその場を設定すべきだね。山崎さん、アベマプライムとかのニュース番組に数年前からよく出てたよね。ゲストに政治家とか専門家が来て討論するんだけど、山崎さんは自分と違う意見にはすごく強気で、初めて見た時は誰この子を？って悪い意味で印象に残ったんだよね。睨んだような目つきで相手にリスペクトがない感じだったから、今回の選挙番組で素人っぽく怖いみたいな発言するのは違和感あったんだ。結局、ゴロが出てやっぱりねって思ったよ。石丸氏が YouTube で、あれはかわいそうだったし、テレビ局が悪いと言ってた。質問された時点で見抜いてたんだね。だからメディアは選挙後に批判するのはやめた方がいい。逆に石丸さんの評価が上がってるし、最後には正直な人が正しいと思うよ。
選挙戦が始まる前に石丸氏が東京一極集中の是正を提案したんだけど、その時点ではまだ公約は発表されてなかったんだよね。それでこれは国政レベルの話じゃないかって疑問を持つ人が何人かいたんだ。確かに東京一極集中の是正は国政の権限に関わることもあるから、その指摘は正しいかもしれない。でも指摘した人の中にも実際の公約を見てみないと何とも言えないって慎重な意見もあったんだよね。山崎氏は混同してるという人もいるって言ってたけど、多分そのことを言いたかったんだと思う。でも実際の公約を見てみないとって視点は見落としてたかもしれないね。実際の質問では公約のあたってキーワードを使っちゃったから、石丸氏としては国の権限ととの権限を慎重に考えてたから、山崎氏の質問には否定するしかなかったんだよね。もし否定しなかったら石丸氏が別の角度から批判されてたかもしれないし、山崎さんが都政と国政を混同しているのではと自分で疑問を持っていたら議論は続いたかもしれないが、という疑問の声も上がっておりますといったことで、自分の言葉で話せないことがバレてしまった。頑張ったけどまだ経験不足で語るべきものがない。山崎さんの質問は分かりにくかったけど、石丸氏はちゃんと答えてたね。司会の宮根さんが僕バカなんで教えてほしいんですけどって言ったのも久しぶりに聞いてびっくりしたよ。山崎さんは慶応義塾大学卒業で、バラエティ系のコメンテーターとして賢いし好きだけど、一般社会や企業では石丸氏みたいな勢いのある話し方する人もいるから、それを怖いとか言ってたら働けないし議論もできないよね。最近のコメンテーターは実社会からずれたコメントが多くて、テレビ離れも納得だよ。この中日スポーツの記事、すごくわかりやすいね。他のメディアみたいに事実を曲げてないのが好印象。9つの公約のどれが国政でないと実現できないのか、指摘がなくて混同してるって言い切ったのは山崎さんに問題あるよね。石丸さんにやられたけど、学ぶことも多かったんじゃないかな。これからの活躍に期待してます。若いのにしっかりしてるなと思ってたけど、だんだん微妙に感じてきたんだよね。彼女のコメントって、状況説明の後にこれについてどう思いますか？って専門家に振ることが多いんだよ。結局、自分の意見は言わないんだよね。自信のない分野で出演してるのかなって思う。そういえば、鈴木福君も同じテクニック使ってるよね。怖かったって感想が出たってことは、自分は若い女子タレント枠で安全地帯にいると思ってたのかな。この件についてはコメントしない方が良かったと思う。政治的な揉め事でラジオの仕事に影響が出るかもしれないし、心配だよ。質問に答えるだけだと、質問者の前提を認めたことになる。今回で言えば、国政と都政を混同していると認めることになる。だから、まずはなぜその認識なのかと問い返し、答える側の認識を伝えることが大事。テレビのクエスチョンは前提を確認せずに進むことが多いが、彼にはそうした植え付け的なクエスチョンは通じないのだろう。石丸氏の政治家としての戦略には批判すべき点があるけど、一個人としての感情には同情するよ。選挙戦を必死に戦ってきた末に敗れた直後、バラエティ番組に引き回されてタレントの相手をさせられるなんて冗談じゃないって気持ちだろうね。テレビ局も新聞社も社会の僕宅を自称してるけど、実際はただの私企業だし、政治家が付き合う義務も義理もないよ。報道機関として振る舞いたいなら、ちゃんとした番組を作るべきだよね。かつての日本は経済は一流、政治は二流と言われたけど、報道は三流と付け加えるべきだと思うよ。選挙ではイメージが大事で、特に関東の人はイメージで投票しがちですよね。石丸氏もあんな受け答えはしたくなかったはず。でも今回はメディアの扱いが偏っていて、少ないチャンスでしっかり伝える必要があったんでしょう。その真剣勝負の中で素人が来て、彼女の教育に時間を割く余裕はなかった。やむを得ないですね。パッキリした質問をしたければ学識経験者を呼べばいいし、彼女は自分の仕事を果たしたと思います。番組を仕切ってた人が悪い、それだけの話です。こじるりはやっぱり優秀で物腰も柔らかかったけど、今回古市とセットだったから印象が悪くなったんじゃない？投票前に聞くべきことを今さら聞くのは申し訳ないとか、少し下手に出て話せば違ったかもね。でもこの子も自分が強いから、相手から引き出すのが上手くないとダメ。若さだけでは賞味期限が短いから、今の状況を打開するにはちゃんと勉強して、下手に出廷石丸さんと対談するしかないんじゃない？山崎さん、国政と都政の違いがまだ分かってないみたいですね。国政は国防や外交が範囲で、都政とは全然違うんですよ。石丸氏に返り討ちにされるのも無理ないです。片手間コメンテーターじゃ石丸氏には通用しませんよ。厳しいかもしれないけど、
山崎さんのために言ってます。ちなみに私は石丸氏が嫌いですが、この質問に関しては彼が正しいし、怒るのも理解できます。27歳なら会社で役職が上がっててもおかしくないし、政治についてもっとちゃんと語れるようにならないと厳しいよね。山崎さんの質問は具体性がなく分かりにくいと感じた。世論が山崎さんに同情的だったのは石丸さんの言い方が不快だったからで、山崎さんの質問内容を擁護するものではなかったと思う。文面だけでは山崎さんを擁護するよりも勉強不足だと批判する声の方が大きくてもおかしくない。山崎さんは自分のおかしいところに気づかず、世論を味方につけたと勘違いしたのかもしれない。周りの大人が怖かったね、頑張ったねと言っていたのだろう。若い人が選挙について発言するのは良いことだが、候補者にインタビューするなら事前に準備ができる人以外は必要ないと思う。特に投票直後の番組では、石丸さんへの質問が批判的で自分が賢いとアピールするように感じました。石丸さんが真剣に取り組んできたことを否定するような内容で、応援している人たちが心配すると思います。今回は石丸さんが短くはっきりと答えたのが良かったと思います。後で山崎さんが SNS で怖かったと同情を求めるのは、あの質問をしておいてよく言えるなと思いました。ごめんなさい、これは私の主観です。都知事選に関する質問に限定すべきだよ。広島一区の話は可能性として答えただけで、それ以上追及する意味はない。都知事なら国会議員に影響を与えることも可能で、政策次第では国を動かすこともできる。選挙戦の時点での質問は不適切だよ。石丸と政治屋を同一視したコメンテーターがいたけど、石丸は自分の政治屋の定義を示しているから、石丸はそうじゃないと理解すべき。言葉遊びはやめよう。落選したいまでも、石丸は影響力を駆使して政治屋から政治家へと進化し、国会議員や政党に影響を与えることが可能だと思う。自民党も石丸の動きを注視しているという報道があり、すでに国政に影響を与え始めている証拠だよ。山崎さんがいろいろ質問を考えてきたけど、小池氏の7つのゼロ公約、満員電車、電柱、ペット、残業などは国政に近い内容で、都政の問題だと思った。石丸さんに突っ込まれて、選挙特番の場なのでバッサリ切った、イヤホンが聞き取りにくい、相手の顔が見えないなどの問題もあったが、石丸さんもやりすぎたと話している。もうこの辺りで幕引きした方が山崎さんも楽になると思う。山崎、レナは元乃木坂で慶応大学卒という肩書きでタレント活動をしてるけど、選挙番組に抜擢された理由がわからない。アメーバテレビを見ると的外れなコメントが多くて、若者代表でもインテリ枠でもなく中途半端に見える。政治の素人としての純粋な質問というより、番組制作と打ち合わせをしての質問っぽい。個人的には石丸真嗣が上から目線で感じ悪いけど、山崎、レナも結構上から目線の発言をしてる。石丸を感じ悪く見せたかったのかもしれないけど、向きになるほど山崎、レナの方が感じ悪く見える。山崎さんがメディアとして石丸さんに質問したけど、タイミングが悪かったね。投票前に聞くべきだったし、その時なら石丸さんも丁寧に答えたはず。でもメディアは石丸さんを無視してきたのに、今更質問するのは石丸さんにとって何の利益もないし、メディアが上げ足を取るためにやってるように見える。山崎さんに悪意がなかったとしても、そう思われるのは仕方ないよね。冷たくあしらわれても当然だよ。既存メディアが意図的な切り取りをせず、全文を引用してくれたのは好感が持てるね。石丸さんが首をかしげたのは、小池さんの例じゃなくて、石丸さんだけじゃなく他の候補も、そこの混同というのがすごい見受けられたんですけれどの部分だよ。この前置きの誤りを訂正せずに質問に答えたら、都政と国政を混同しているって指摘を受け入れたことになっちゃうから、石丸さんは最初に誤りを正す必要があったんだね。質問の趣旨はいいけど、表現の仕方が問題だったんだ。日本人は質問するとき前置きが長すぎることが多いから、限られた時間内では単刀直入に聞くべきだね。あと、もっと大人の対応をすべきだったって意見もあるけど、あそこでそうしたらコアな支持者は離れちゃうかも。ぶれないところが彼の魅力だからね。この選挙特番で初めて山崎さんを知ったけど、論破したい人なの？あの出演者なら素直な若者代表の意見や質問をぶつければよかったのに。古市氏もそうだけど、今回の出馬返し丸さんの国政への前哨戦だと勝手に思い込んでるのが間違い。だから2人ともあんな失礼な質問をしたんでしょう。山崎さん、鋭い感じで行きたかったのかな。でも選挙特番だからもっと下調べしてくるべきでしたね。山崎さんはアイドル時代に中国語を習ってると公言してたけど、
握手会で中国語で話しかけたファンに試すなと怒った子です。石丸さんも同じく攻撃的になるので、似た者同士でやり合えばいいと思います。山崎氏の質問が悪い印象を受けた。ファンミーティングなら長々と話すのはファンサービスとして良いが、インタビューではもっと簡潔にしてほしい。政治再建都市開発産業創出の3本柱のどの部分が国政の範囲かを示さないと、石丸氏も具体的に答えられない。だから国政と都政を混同してませんか？という質問に対して、混同してません、すべて都政の範囲内ですと答えたのは不思議ではない。後から怖かったとか答えてないというのは違うと思う。石丸さんは市議会時代、具体的な質問を避けていたし、質問者の意図を組ませるような質疑も嫌っていたみたいです。過去のインタビューを見れば誰でもわかることです。番組が終わった後に怖かったと X でつぶやくのも、アイドルなのかキャスターなのかわからない感じです。質問してコメントを返してほしいなら、どうやって切り込むかくらいは考えて番組に出た方がいいと思います。質問だけ準備して相手にぶつけるのはもうやめてほしいです。山崎、レナさん、バラエティのノリで石丸さんに質問しちゃったんですね。選挙の場で勉強不足が出ちゃったけど、それも経験。今後はもっと勉強してね。当チャンネルの意見としては、山崎、レナさんの質問が具体性に欠けていたため、石丸氏の回答が適切に伝わらなかったことが問題の一因と考えます。選挙特番に出演する以上、事前の準備と深い理解が求められるべきです。